弥生の皆さんが勉強会を開いてくれたよ。弥生の今田と申します。本日よろしくお願いいたします。クラウド給与サービスのマーケティング全体を担当しております。実は給与の業務、去年の7月から、この給与ネクストのリリースにあたって、担当することになりました。本日の勉強会では、記載の通り、給与ネクストと弥生の給与明細ネクストのリリースの背景ですとか、サービスの概要、あと料金体系とか、代表的な操作について、少しデモも交えながらご説明したいと思います。では早速背景のところ、去年の10月弊社の事業戦略説明会の概要で、その中からいくつか補足させていただくと、そもそも弥生シリーズの話になるんですけども、もともとは弊社弥生シリーズとしては弥生オンラインと弥生のデスクトップのシリーズの2つのラインがございました。で、給与に関してはデスクトップで弥生給与と弥生の給与計算、あとクラウドとしても実は弥生給与明細オンラインというものをリリースしていたというところが背景としてはございます。ただ新たなブランドとして弥生給与ネクストというものを発表させていただいております。で、これ具体的には今までとは別のラインで新しくソフトをリリースして、皆様に提供していく形になります。で、弥生ネクストの、第1弾として発表されたのが、今回これからご説明する弥生給与と弥生の給与明細ネクストの2つになります。ですので、この弥生の給与ネクストっていうのは今までのデスクトップの製品を、単純にクラウド化したとか、もともとクラウドのものを変えたとかではなくて、新しいコンセプトのもとに作り直している製品になりますので、その点事前にご理解いただければと思います。で、弥生のネクストといってもまだこの給与領域しかないんですけども、今後は会計とか商取引も今提供されている弥生会計とは、全く違うコンセプトのものが、2024年内にリリースされることが予定されています。で、また今給与に関しても、提供しているのは正直給与計算の領域だけなんですけども、今後は周辺サービスの連携も含めて、労務管理だとか、金銭管理まで、カバーできるようなラインナップを拡充していく予定となっております。はい。ではサービス概要ということで、また弥生のクラウド給与サービスとはというところ、給与計算、所要計算から年末調整までを対応できる給与計算ソフトとなっております。給与ネクストと弥生の給与明細ネクスト、2つあるんですけども、違いとしては年末調整を自社で対応するのか、外部委託するのかというところで、給与ネクストの方に関しては自社の中で年末調整を計算できるような機能までが実装されていると。一方で弥生の給与明細ネクストは年末調整は会計事務所さんとかに外部委託をすることを想定して作られているので、年末調整の計算機能は実装されておらず、明細書の作成ですとか、あとは年末調整の各控除申告書の回収を電子化でできるっていうところの機能までになってまして、そこでの機能差があります。ただ、UI とかほぼ一緒なので、給与ネクストでできるものが一部給与明細ネクストではできないというふうにご理解いただくのがいいかと。ちょっと今ここに従業員規模、例えば給与ネクストは10名から100名、明細ネクスト10名以下って書いてるんですけども、これ何か制限があるわけではなくて、ターゲットとしてはこういった従業員の方々が対象になるであろうということで、記載している目安になりますので、従業員少ない方は自社で、年末調整やりたいので給与ネクストを使うっていうのももちろん全然問題ございませんし、逆に従業員数が多いけども、明細ネクスト事務所に委託するから使うみたいなケースも全然ご対応いただいて構わないという形になります。で、今この2つの違いを説明させていただいたんですけども、弥生の給与計算というデスクトップ製品との違いに関してはこの後も説明出てくるんですけど、給与明細をウェブで送るとか、年末調整の申告書をウェブで回収するみたいな機能がデスクトップ製品には搭載されてなかったんですけれども、それがこのクラウド給与の方では使えるようになっているというところが一番の大きな違いとなります。クラウド給与サービスはこんな方におすすめで、まず今回は給与年末調整業務初心者の方、特に我々としてはターゲットにしているところです。この後手続きとかやることリストっていう機能のご紹介があるんですけども、一応製品のコンセプトとして、給与計算やったことない人でも簡単にできるようにっていうことで、独自の見せ方というか考え方でやっているところがあるのは、こういった初心者の方々を対象にしたいというのが、背景としてあります。あと法令改正の対話も当然として、あと Excel 手書きでやってる方っていうのが、弊社のお客様で、例えば弥生会計のデスクトップご利用いただいている方でも、まだまだ多いなというふうに思ってまして、そういったお客様にも、ご利用いただけるようにということを目指しています。弥生としては、電話のサポートも、初年度無償でご提供しておりますので、サポートの部分でも安心してご使いいただけるというところが特徴かなと思っています。
お客様の課題としては従業員情報の管理が大変だったりとか、給与計算でミスが発生するとか、明細に手間がかかる。あと年末調整のところは申告書の回収が大変とか、法定調書の作成が手間みたいなところが問題としてあると思うんですけれども、その部分に対応しているのが迷いのクラウド給与サービスです。従業員情報の管理更新に関しては、明細配信とウェブの年末調整の申告書の回収以外にも、従業員自身でスマートフォンから住所情報ですとか家族情報の変更を申請して更新できるみたいな機能も追加搭載してます。デスクトップとの製品との違いは給与明細書のウェブ配信、あとは各工場申告書のウェブ回収が搭載されたというところが大きな違いとなっております。ここからが機能詳細、後ほどデモでもご説明しますが、シンプルで分かりやすいメニュー構成ということで、これは各社さん、いろいろおっしゃっている内容ではあると思うんですけども、弊社としてはこのメニューとしては手続き、従業員、給与、賞与明細、集計表みたいなところで分かれていて、主にこの手続きというところで各明細の作成とかを進めるような流れとなっております。先ほどもお話しした通り、従業員とか家族情報の変更も従業員がスマートフォンから申請できるような仕組みを搭載しています。やることリストとの機能が搭載されています。でこれはどういうことかというと、給与支給手続きをする場合に、作成をすると、順番に何をやればいいかっていうのが弊社の製品でやること以外も含めて表示されるような仕組みになっています。ですので、初めての方っていうのはこれを順番に見ていってチェックをつけながら対応していけば、問題なく給与計算業務が完了しますよというところを売りとしているという状況です。給与明細のウェブ配信というところも対応してますので、従業員の方々はスマートフォンとかパソコンで閲覧していただくことが可能となっております。で、あと外部の勤怠システムとも連携はできるんですけども、今ですと CSV の連携に限られていたりですとか、利用できる勤怠システムが限られていたりはしますので、あと後ほどデモでお見せできればと思います。年末調整の、ウェブ申請も出てきます。クラウド給与サービスの機能比較の、年末調整のところで、明細ネクストのところはバツがついていて、機能差がありますよというところが、先ほど申し上げた通りとなります。あとサポートセキュリティとかのところはお時間あるときにご確認いただければと思います。ここからが料金とプラン、キャンペーンのお話になります。まず、やよい給与ネクストの料金プランに関しては、こちら。で、大きな特徴としては、初年度無償キャンペーンということで、おそらく他社さんであると多分30日間無料とかが多いと思うんですけども、弊社としては、1年目は、無料で、ご利用できるというのを、セルフプランと、ベーシックプランという、この2プランで対応しております。でトータルプランというのは半額という形でご提供させていただいています。でまずセルフとベーシックの違いなんですけども、簡単に言うとサポートがあるかないかというところで、ベーシックプランをご選択いただくと電話メールチャットを含めて、操作サポートをいつでもご利用いただけるようになっているという状況です。であとは先ほど少しご説明したウェブの給与明細の配信なんですけども、こちらは一部の人数までは無料でご利用いただけて、一部の人数を超えると、追加で重量課金が発生する仕組みとなっています。なので、ここのベーシックプランで言いますと、ウェブの給与明細配信は月々10名までは無料でご対応いただけます。ただ、それが15人とかになった場合には、追加の5人分のお客様に関しては、月々1人当たり200円の追加料金を月次でご請求させていただくという仕組みになっております。でそこは今キャンペーンをやっていて、来年の10月までは無料ですよというところで、記載があるのがこちらの箇所になります。各プランごとにその無料の人数が異なっているんですけれども、別にセルフだから3人分までしかできないとかではなくて、追加でコストがかかってしまうんですけども、当然10名でセルフプランをご利用いただくみたいなことも対応可能となっています。で弊社としては今ベーシックプランも、初年度無償で提供させていただいてますので、おすすめとしてはベーシックプランを、推奨させていただいて、最初のタイミングで電話とかでいろいろ不明点などを、解決していただいて使っていただくということを推奨しております。続いて、こちらは給与明細ネクスト。で大きな考え方は同じでして、セルフとベーシック無料でご提供しています。セルフとベーシックの差はサポートの有無になります。で、明細ネクストの場合は年末調整 その計算の機能がないので、そもそもの料金自体かなり低価格でご提供させていただいているという状況です。こちらもウェブ明細に関しては同じような考え方で、一部の無料枠を超えると追加で料金が発生しますということです。あと細かいところで言いますと、無料枠の人数に関して少し違いがあったりするので、その辺はご確認いただきます。
その他の参考のところを少しご説明いたします。先ほど少しお話ししたデスクトップ製品と左側の製品の機能比較の表がまとまっております。 NEXT この左の2つなんですけど、ウェブの給与明細配信とかがデスクトップできないに対してできる。逆にデスクトップでできてまだ NEXT で対応していないところとかもありますので、細かいところはこちらで確認いただけるような形となっております。今お客様とやり取りしている中で結局料金がいくらなのか分かりづらいっていうお声をいただいてまして、この簡単シミュレーションというコンテンツを公開して自社の場合いくらかかるかっていうのが分かるようにご案内できるようにしようと思っています。でまずここの、年末調整の計算自社で行いますか、はい、いいえで、どちらの製品をご案内するかっていうのが決まって、あとは従業員数を入れていただくものになるんですけども、例えば自社で行うで20名とかにすると、給与ネクストの案内が出て、ベーシックプラン、セルフプラン、トータルプランの、プラン料金は何を選んでいただいても構わないんですけども、このオプション料金、例えばベーシックだと20名の方だと無料枠分10名があるんですけど、10名分の超過料金がかかるので、定額だと月々2000円追加で費用が発生しますというところが、ご確認、プランごとにご確認いただけるようになっています。何かご質問等ございますでしょうか。これ極端な話、さっきの料金表でいくと、紙で配布しますって言われたら何百名だろうが計算自体は使えるってことですよね。あ、そうです、おっしゃる通り。あと当然PDF で渡すっていうことはできるので、そこの部分でも、はい、メールで添付して送ればウェブ明細機能を使ったっていうカウントにはならないんですよね。なんか我々がね、相談を受けるとどうしても小さい企業さんとかコスト的な話のところを受けるので、はい、もちろん200円かけてすごい便利というか、そのまま配信できる方が我々としてはお金かけても便利だよとは思うものの、企業さんによってはメール添付とかしちゃった方が200円かかるんだったらいいやみたいなところもありえなくはないのかなと思ったんですけど、おっしゃる通りで、特に今明細郵送してる方とかだったらウェブ明細のこの機能に対していいなとかっていうリアクションいただけるんですけど、いやそうじゃない方っていや別にとか、従業員によっては紙で欲しいって言われるとか、そういうお声もいただいてるので、割とフレキシブルに対応できるような形にはなってます。そうですよね、実務やってると印刷して封筒に入れるのがもう何時間もかかっちゃったりするんで、200円かける方が人件費も安くなるとは思うんですけどね。分かりました、多分ありがとうございます。他はいかがでしょうか。初年度の範囲をお伺いしたいんですけども、はい、例えば2月から導入した場合は2024年の12月までなのか、はい、2025年の1月までなのか、どちらになりますか。はい、それでいくと1月の末までになりますが、すごい正確に言うと、申し込んだ初月っていうのは初年度にカウントされないので、例えばなんですけど2月の10日に申し込んでいただいたら、はい、3月1日から1年間という形になります。ありがとうございます。はい、ホーム画面左側にメニューがあります。で我々の製品はその手続きっていうものでいろいろ対応進めていくので、進行中の手続きっていうのがこの真ん中に出るような形になっています。で右側にはいくつか製品の回収とかだった場合にお知らせが出るという状況です。それぞれ見ていきたいんですけども、手続きに関しては、こちらの手続きの新規作成というのをクリック、給与の対応しなければいけない業務が、テンプレートの選択というところで出てきて、給与計算をするときに使うもの、人事のなんか変更手続きするときに使うもの、と年末調整のときに使うものという形で分かれています。で例えば、給与支給手続きのところを押すと、こういった形で、対象年月とか締め切り日支給日とかがあって、いろいろ設定を進めていく。先にメニューのご説明しますと、こちらは従業員のページ、こちらから従業員情報 CSV でインポートしていただけるような仕様になっています。であと従業員のところ、先ほどのウェブ明細配信とかをご利用いただく場合は招待していただく必要があるので、これも後ほどご説明したいと思います。ここは明細の対象者の一覧を確認できたりとか、賃金台帳確認っていうところ、あと設定のところ、こちらはいろんな初期設定の情報を入力するエリアとなっています。あとは明細書の項目をなんか追加したいとかっていうところも、こちらからご対応いただくような画面となっています。先ほどの給与支給手続きのところを実際のものを見ながら説明していきたいと思います。でまずここの給与支給手続きは給与明細をやるときに使うものなんですけども、弊社の製品の特徴として、このやることリストということで、手順がいろいろ書いてあって、それに沿って業務を確認していく、やっていくみたいな構成になっています。なので、まずはこの人事情報の確認更新を行うというところで、ここの従業員情報を確認するっていうのをクリックしていただくと、従業員一覧のページに行って、情報がまだ入力しきれてない場合はこちらから従業員の情報を
を入力していただくという流れになります。で続いて、勤怠情報の確認集計を行う。これは別にソフト上で何か確認するものではないんですけども、こういうことをやらなきゃいけないよねということで、こういった手順が表示されています。で続いて勤怠情報を入力して、支給額補助額の算出確認をするというところ、ここなんですけども、今勤怠データに関しては、CSV のデータインポートしかまだ対応できてなくて、キングオブタイムさん、あとジョブカンさん、あとクラウドさんのこの3社の CSV に関しては、ここにアップロードいただければ、反映ができるという状況になっています。で、ここで、押すと明細の画面に行きまして、ここで、計算必要な入力、手入力で一部いただいたりとかっていうのをしながら計算していただけるような仕組みとなっています。この固定単価っていうところで、毎月の基本給ですとかを設定して自動で反映できるんですけども、ここがなかなか存在気づいていただけなくて、こうちょっとお問い合わせいただいたりとか発生している。でその後は明細の配布準備を行うというところで、従業員を招待して明細配信が届くような設定にしていれば、ここで公開日時を設定しておけば、自動でメールが飛んでスマホ上で確認できるような流れとなっています。ただ、それ以外にも明細書は普通にダウンロードできるようになってますので、ここからダウンロードいただければ PDF で、従業員の、明細が確認できるようになります。で、ここに関しては別に明細配信の機能ではないので、先ほどもお話ししましたが、料金の発生しないという形になります。なので、何人ダウンロードしても特に費用はかからないという状況です。でその後は支給の準備を行うとかね、あと仕分けのところなんですけども、今対応できているのが弥生会計のデスクトップ版のみになります。でこちらもダウンロードしてインポートいただくみたいな形になっております。細かいやり方についてはここにサポートのページがありますので、ご確認いただければと思います。その後はやることみたいなのが、この QoS ソフトの話ではないんですけども、出ていて、我々として期待するのは、こういう各ステップごとに完了未完了がありますので、終わったものに関しては完了、どんどん次のステップに進んでいただいて、全部終わったらこれ手続きを完了というのをしていただいて、その月の給与支給手続きは完了という形で業務を進めていただくことを想定しております。不明細配信のところ、始めるにあたっては、従業員をそれぞれ招待するという必要がありまして、この従業員の右に今解除するようになっていますが、ここで招待をするっていうのを押すと、ユーザーにメールを送れるようになってまして、そこから、ID を取っていただいて見れるような画面を整えるというような流れになります。実際の招待した時のメールは、こちらになるんですけども、このメールを受け取って、クリックをする、やよい ID を振ってくださいみたいな画面が出て、そこで登録だけしていただく必要があるんですけども、そこで、登録を行うと、こちらのような画面が、これはスマホで見るように設計されているので、横がだいぶ空いちゃってるんですけど、こういった画面を確認いただけるようになります。で、明細のところに関しては、こういった形で、スマホの画面上で、明細が見れるのと、あと、右上でもダウンロードしていただくことができます。あと先ほどの、従業員の情報に関しての変更に関しては、この各種申請というところから、本人情報だったり家族情報だったり、従業員さんからこちらの画面上で、してここをこう変えるみたいなのを申請していただいて、変更手続きができるという形となっております。今回デモはご用意できなかったんですけども、年末調整ガイドということで、従業員の方向けに年末調整をする時の、資料を参考として入れさせていただいております。ここは、先ほどのウェブ明細と同じように、ユーザーさんをまず招待して、ユーザーさんに弥生 ID という、メールアドレスで取っていただく必要があるんですけど、それを取っていただいた後はウェブ上で、年末調整の申告をいろいろ入力していただいて対応いただけるようになっております。はい、では本日はこれでよろしいでしょうか。お時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。